はい、皆さんこんばんは。歌ってもらうのよ、歌ってです。こんばんは、村長です。はい、はい、いよいよね、いよいよもう開幕目前に迫った、はい、プロ野球今日何日ですか？6月の、12日か。はい、はい、12日ですね、金曜日。あと1週間、はい、緊急で撮っております。はい、緊急で撮っております。はい、ついにはね、あと1週間、はい、皆さん待ちに待ったプロ野球が開幕します。待ちに待ったプロ野球が開幕するであります。はい、おい、お前のせいやぞ。え、開幕できなかったな。申し訳なく思っております。気持ち悪いわ。ということでね、まあ、茶番はこの辺にしといてね。中日ドラゴンズのもうガチガチ、ね、これもう30分話し合いましたからね、この、はい、あのスタメン出すのに。ガチマジで30分話し合ってやっと決めました。ガチスタメン予想で、まずね、1番センターフリーダー陽平、大島。さあ、あれは大島。はい、やっぱ1番は平田。1番は、まあ大島ですね。僕個人的には平田でいってほしいんですけど、やっぱガチですって予想してるんでね、はい、はい、当てに行くっていう、はい、で大島だと思います僕は。はい、はい、2番は、ワイドフィルダーで、平田平介選手ですね、はい、はい、ね、はい、まあそこにもユニフォームがあるんですけど、はい、はい、まあ、しっかりと今年もね、まあ、ホームランばっかり狙うスイングじゃなくて、しっかりコンタクトするスイングを心がけて、まあ、出塁率をね、心がけていってもらえるかな、まあいいかなっていう。そうですね。3番は、スタンドベースメン、高橋周平選手ですね。まあ、福田か周平かどっちかだと思うんですけど、まあ、まあ、起用の仕方見てると、まあ、周平かなっていうのは思いますね。はい、あの背番号3番、しっかり、今年は何としてでもホームランを2桁、15本以上絶対打ってほしいですね。はい、4番は、ファーストベース名、間違いなくダイアン・ビシエド選手ですね。はい、ビシエド選手、はい、エルタンケ、はい、エルタンケ、文句なし、はい、文句なし、コメントなし、コメントなし、はい、はい、続いてが5番、はい、5番、ファーストじゃない、レフトフィールダー、ドムマサ福田、ドムマサ、はい、まあ、アルモンテか福田っていう、うん、ところがあったんですけど、はい、まあ、やっぱりね、西武戦でもちょっと守備で精彩を欠くプレーっていうのが、まあ、アルモンテ選手あって、そうなんですよね、はい、まあ、ちょっと、ね、しっかり1年間起用するのはやっぱちょっと難しいかなっていうところで、はい、まあ、信頼と、まあ、しっかりこれから実績を積み重ねていってもらうためにも福田がね、はい、アルモンテを、まあ、アルモンテの福田って言われてますけど、もう俺がスタメン取るんやっていう状況がね、そう、雰囲気でやってもらうためにも、はい、福田選手が5番を打たないといけないと思います。はい、はい、6番は、セカンドベース面で、どの辺の阿部選手かなと思ったんですけども、僕はここはやっぱり阿部選手に行ってほしい。阿部選手、はい、やっぱりなんだかんだ阿部選手が来ないとね、来ないとダメですね、やっぱり、うん、はい、7番は、ショートストップ京田選手。ここを僕はまあ理想的に言うと本当は1番に京田選手を置きたいんで、まあだからね、1番にしっかり上がれるように、はい、バッティング出塁率を心がける、まあ、指揮を選ぶっていうのを、今年1年間心がけてやれば、はい、おのずとまあ結果がついてくる選手かなと思います。そうですね、はい、7番だって何も怖くないですからね。そうですね、はい、8番は、キャッチャー加藤拓磨選手。拓磨選手ですね、はい、はい、まあ加藤選手、まあ、レギュラーではないんで、うん、はい、レギュラーをしっかり掴みに行くためにはバッティングも重要ですし、うん、まあ、守備ポロポロ落としている場合ではない、はい、っていうところですね。9番ピッチャーは、まあ、指名通り大野雄大投手だと思います。はい、はい、今年まあ FA 権があるんで、まあ、しっかりね、まあ、他球団の意見も聞くとか、まあ、どうせ言い出すんで、まあ、そういう時にちゃんと意見を聞けるように、はい、頑張っていってもらいたいなと思います ね、うん、はい、ユタット村の開幕直前ガチスタメン予想は、以上になります、はいはい、皆さん、開幕戦がね、そろそろ近づいてきましたので、はい、今年もやっと球春の、ね、時期がやってきますので、はい、球春到来、また皆さんで、まあ、観戦できる時今年来るかわからないですけど、はい、皆さんでまた盛り上がっていけたらと思います。そうですね、はい、今後ともユタット村よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。全国のプレイヤーの皆さん、本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしております。先生、これまた明日の動画でお会いしましょう。はい、バイバイ。